はい、どうも、こんにちは、昭和マニアです。今回紹介するトミカは、マカオタクシーですね。先ほどは、香港のタクシーを紹介しましたが、今回は、マカオバージョンのタクシーですね。なんと、トヨタカローラアクシオタクシーということで、車種が違うんですね。はい。でも、スケールは63分の1。アクションはサスペンションと、なんと、先ほど紹介した、タクシーは、後部左ドア開閉ということになったんですけども、こちらは、なんと左右ドア開閉ということで、はい。開けるのが楽しみですね。中のね、商品が。はい。で、まあ、こんなんですね。で、マカオのやつです。で、まあ、中学楽器とかもね、はい、漢字で書いております。マカオですよ、マカオ。で、上はなんか、フランスのパリかロンドンとか、そこら辺のなんかヨーロッパ風の建物ですね。なんていう建物なのかはちょっとわからないんですけども、マカオに多分あるんじゃないかなと思いますけど、観光地なんでしょうかね。はい。では、早速、開封してみたいと思います。ちょっと硬いですね。はい、行きます。オープン。はい、開きました。ちょっと、やばい。やばい、手汗がやばい。はい、こんな感じですね。うわぁ、すげぇ、かっこいい。アクシオかっこいい。僕、通常のね、アクシオ持ってないんでね、今探してるんですけどもね。通常のアクションを持ってないんでね、まあ買おうとは思ってるんですけど、今のところ見つかんなくて、はい。ダメですね。あと、こちらが、ね、さっきのタクシーと一緒で、いろいろ車種の、ことが書いてあります。1500cc。で、2012年度版で、色は黒。で、まあ、タカラトミーとかマカオタクシーってことで、はい。ですね。そして、T 君のまだ身分証明書ですね。はい。で、シールですね。ここに貼ってくださいみたいな感じで。はい。では早速本題の方に行きましょう。おお、やばいですね。色かっこいい。これは本当にいいですね。アクシオです、アクシオ。欲しかったんでね。はい。まあ、ノーマルバージョンもね、そのうち手に入るといいんですがね。はい。これが、まあ、とりあえず手に入ったんで、よかったですね。で、はい。アクションは、サスペンションですね。サスペンションすごくいいです。そして、こちらの左右、スライドじゃねえや。左右ドア開閉。ということで、はい、こんな感じに、ドアが開きます。はい。はい。で、中のね、内装もこんな感じに、ちょっとね、ぼやけちゃってるんですけども、はい。こんな感じに、ちゃんと忠実に再現されておりまして、前はね、こういう感じになっております。そして、後ろは、はい、こんな感じになってますね。いいですね。サスペンションがすごくいいです。はい。ですね。走りはこんな感じです。はい。ちょっと説明することがね、ほんと少なくはなかった。4分は過ぎてるんでね。はい。はい。以上でね、紹介を終わりたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、さよなら。